月18日、世界保健機構、通称 WHO の中島事務総長が笹川記念会館会長室を訪問されました。世界人類の平和を目指す笹川会長が WHO の研究に対して多くの寄付献金をされた貢献へのお礼も兼ねた訪問です。笹川会長は笹川保健財団の喜國先生を交え和やかに談笑された後、中島事務総長のますますのご活躍を期待されました。防災・救急の輪を世界に広め、豊かな住みよい社会づくりに邁進する笹川会長。世界は一家、人類皆啓蒂姉妹をモットーに、世界平和実現と人類の繁栄を願う笹川会長の大いなる日々は今日も続く。